皆さんこんにちは。今回はウチーズブレッドを作成していきます。今回の生地は、量に対して水の割合が少ないです。ですので生地自体は固めになります。しっかりとつくねてください。動画内では約10分ほど練ってます。水分を足すときは少しずつ足して様子を見てください。練り終わったら一時発酵です。35度で90分ほど発酵させます。一時発酵が終わったら生地を切り分けます。動画の分量だと6分割になります。切り分けたら丸め直してベンチタイムです。時間は20分になります。いつもより長いのは時間をとって生地を緩めるためです。ベンチタイム中にチェダーチーズとピザ用チーズを混ぜておきます。これは生地練りの前に終わらせてても問題はありません。ベンチタイムが終わったら生地を円形に伸ばします。円形に伸ばせたら先ほど混ぜておいたチーズを適量乗せます。チーズを乗せ終わったら次は包み込むように生地を閉じます。これは餃子を包むような感じでやってください。この時閉じ目はしっかりとくっつけてください。くっつけが甘いと漏れる恐れがあります。閉じ目を下に置き生地を押すように伸ばします。この時中の空気が抜けるように伸ばしていってください。中に空気が残らないように薄く伸ばします。ただ力任せに潰すような伸ばし方だと生地が割れる時があるので気をつけてください。伸ばし終わった形はカレーの難に似ていますね。こんな感じで全部成形していきます。生地を伸ばし終わったら3箇所に切り込みを入れます。これは下まで切らず上の生地に傷をつけるようなイメージで入れておいてください。もし中まで切れてしまっても問題はありません。切り込みを入れたら二次発酵です。35度で20分発酵させます。今回の二次発酵はいつもより時間短めです。二次発酵が終わったら霧吹きで生地の上側に水を吹きかけます。湿らせる程度で十分です。その後成形用の粉チーズを振りかけます。ここまでできたら後は焼くだけです。200度で15分焼いてください。綺麗に焼き上がりました。